はい、皆さんこんにちは。 YouTube 書道教室の中本博士です。今回はですね、明覚の大久保庚申頓碑の会社でもですね、今私が左に拡大して大きく見えるようにしました。まず右って位置ですね。この入る角度はどうですか？45度50度ぐらい入って、こういうこのぐらいの角度で入ってますね。こう入ってキュッとついて、そのお先左のそのここでちょっと軽く、こんぐらいの程度です。あまりしっかり押さえて止めてないですね。で次、はい、今度はもっとさらに縦に入ってるのか、ちょっと斜めに対して直角でなくて、ちょっと変わった入れ方です。起筆を強くするためにこうこんぐらいの角度入ってますね。こう入ってこうして、でここでこんな感じですね。そしてちょっと内側にあります。こんな感じですね。でこの縦角をちょっと出して、横角を右にこちらにちょっと出すような、こんな感じですね。ここの50度ぐらいの、この50度ぐらいの角度で入っているところをご覧ください。1、2の感じですね。これは右の方ですね。次、ここでまず明覚が述べている開腕の筆法について解説をしましょう。最初先生の八条検査随録に、縦線と発すればまず横し、横線と発すればまず縦すと、このように明覚は述べてます。はい、次は大手ですね。横角はまず縦に振り上げていく、穂先でちょっと整える程度について、で縦線とすればまず横線を横に振り上げて、こんな感じですね。そしてこう1、2、3、こう真横ぐらいに抜いてますね。こんな感じですね。ここに1、2、3、ここも1、2、3、三節法、あるいは破法、こんな符号が入ってますね。次、陣という字を書いてみましょう。縦まず横に入れるのか、パンと入って、で横はまず縦に振って入れて、こんな感じですね。で、こんな感じですね。そしてここの縦横の組み合わせが少しこういう雰囲気を残しましょう。陣という字はこういう構図をここで学んでみましょう。まあこういった調子でですね、明覚の字を拡大して練習してみてください。なお、この6文字を記号したのをご紹介しておきますので、そちらも合わせて参照してください。以上、草刈明覚の大久保庚申頓碑の臨書課題について解説をいたしました。皆さん参考になりましたら、いいね、またチャンネル登録、そしてお気軽にコメントなどくださいますと大変光栄です。では次の動画でまたお会いしましょう。中本博士でした。